またしても悲しいニュースが入ってきた。女優の竹内結子さんが東京渋谷区の自宅で意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。関係者によりますと、自宅で死亡しているのを家族が発見したという。現場の状況から自殺とみられています。遺書はないということです。現在、警視庁などが経緯などを詳しく調べている。突然の悲しい悲報に、ネットでは様々な声が上がっている。さすがにこれだけ続くと涙が出てくる。第一線で活躍していた人たちがどんな理由であれ、心が病んで言っていたこと。その結果死を選ぶ。ネット社会で簡単に人を攻撃できる、この冷たい世の中が人の心に闇を作っていると思う。悲しすぎます。家族が発見。ってことは旦那さんか長男か、どちらにせよ。家族のメンタルも心配だ。芸能事務所はタレントの心のケアも必要な時代なんだね。ご冥福をお祈りします。速報を見てびっくり、頭が真っ白になりました。明るくてサバサバした素敵な女優さんで大好きでした。本当に悲しすぎます。ご冥福をお祈りしますと驚きの声や悲しみの声が上がった。皆さんは今回の記事をどのように感じました？心よりご冥福をお祈りします。